皆さんこんにちは。本日は、私が好きなシャーペンを5本紹介していきたいと思います。あくまで私の、主観に基づいての、好きなシャーペンですので、何でしょう、好みは分かると思うんですけど、あくまで私が、何年、結構文房具好きになってから数年経つんですけど、その数年間で、出会ったシャーペンの中で好きなシャーペンを紹介していきたいと思います。でまず1本目、こちらですね、ラミーのサファリです。こちら神経は 0.5 で、軸が樹脂でできています。色が結構種類があって、自分は黄色を選んだんですけど、他にも赤とか青とかカラフルな柄もあったり、あと黒とか透明軸なんかもシックでおしゃれなペンシルですね。毎年限定色が出るんですけど、シャーペンシルが入ることは珍しいです。こちら軽いシャーペンで、なんといっても、取り回しがいいですね。では細部見ていきます。口金は黒い樹脂 でグリップが持ちやすいように彫られていますね。でクリップがステンレス製で、この金属の感じが全体のデザインを引き締めている感じがありますね。やっぱり全部が樹脂だとチープになってしまいますからね。キャップの部分がなんか顔みたいに、なんでしょう、彫られてて、すごい好きですね。かわいいです。こんな感じで、光沢のある樹脂ですね。他にもマットな艶消しのブラックとかあるんですけど、僕は艶ありの方が好きだったんでこちら選びました。次にペンテルの P365 です。こちらは 0.5 のシャープペンシルで、上部が樹脂で、グリップ部分がラバーと金属のコンビネーショングリップですね。まず全体のデザインが、好きですね。この光沢のある金属のグリップって、なかなかなくてですね、結構好きですね。細部見ていきます。こちらグリップですね。金属のグリップに、等間隔にラバーが浮き出ています。おそらくクロムメッキだと思うんですけど、金属の部分はツルツルしています。なんですけどラバーのおかげで、滑りはないです。上部の樹脂はツヤがあるもんですね。ペンテル P365 0.5mm と、印刷されてますね。こちらクリップは簡素なものがついてます。クリップ、あとノックボタンも光沢のある金属でできています。こちらのペンはもう安いんですけど、デザインが本当にドストライクで、なんでしょう、樹脂とこの金属、ツヤツヤの金属っていうのがね、すごいかっこいいと思いましたね。で書き味も申し分ないです。すごい書きやすいです。次にこちらもペンテルのシャープペンシルです。こちらも廃盤なんですけど、私が好きなシャープペンシルということで、廃盤になってしまったペンも紹介します。ペンテルの PG2003 というペンシルです。こちら結構有名な廃盤のシャープペンシルなので、まだ、なんでしょう、オークションサイトとかフリマアプリとかでも見かけることは多数ありますね。全体が金属の、製図用ペンシルで、なんでしょう、質実剛健っていうのがすごい似合うペンシルだと思いますね。こちら、グリップ部分はローレット、細かいですね。すごい細かいです。で、指を痛めるようなことはないですね。コード表示窓が、こちらしっかり金属製ですね。
上部も金属で、もうほとんどあの内部の一部分は樹脂なんですけど、ほとんどは金属でできています。まあまとまったデザインですごい好きですね。で、まあ、クリップとノックボタンは光沢があります。このカッパーみたいな銅っぽい色がですねすごい好きですね。口金も光沢がありますね。この口金の何でしょう、こちら 0.3 なんですけど、その先端までこう滑らかに流線形のようなデザインが好きです。次に最近の筆箱紹介とかでも頻繁に出ているこちらのロッドリングの800の 0.5 です。こちらはまあ自分の動画でもかなりの、まあ、出演頻度ですね、出演っていうのかな、まあそういうことにしていきますけど、全体が金属でできていて、まあデザインがかっこいいですよね。自分デザインをその重視するんですけど、ペンはこちら、ローレットが刻まれてますね。グリップで口金は金色です、真鍮ですね。でこのようにまあロッドリング800、こちら印刷なのですぐ剥げてしまいますね、まあ、それが嫌な方はあまりおすすめできませんね。こちら回す部分があって、それは回すと、先端の口金が出てきます。このように回しますね。そうすると、口金が出てきます。まあ、このねこのシャリっていうクリック感がね結構好きなんですよね。こればっかりはあの実物を触らないとなかなかわからないと思うんで、ぜひ店頭で触ってみてください。で、まあ、上部はこのように直線を意識したデザインです。次にこちらですね、ペンテルの PMG です。こちらも廃盤のシャーペンシルになってしまうんですけど、ものすごく書きやすいですね。芯形は 0.3mm です。 0.3mm の中だと一番書きやすいと思いますね。こちらまず、軸が黒い樹脂でできていて、なんといっても軽いです。で軽いんですけど、まあ、口金の部分が結構重いので、結構バランスのいいシャーペンシルだと思います。現行で発売されている PG5 の 0.3 番だと思っていただければ、分かりやすいと思います。でなんといってもこちらのペンの特徴は、口金の部分ですね。このキャップ今閉じてるんですけど、このキャップを開けることができます。でここには 0.3mm PMG と書かれていますね。こちらは印刷ですね。でクリップはこのペンテル独特の形状ですね。なんでしょう、すごい美しいですよね。でコード表示窓は 0.3mm の PMG は、オレンジ、まあ、赤に近いオレンジですね。でこちら先端を開けて、キャップを開けて、この後ろの部分につけることができます。でまあなくなる心配はないですね。 0.3mm は机に落とすと、もうこちら製図用シャーペンなんですぐペン先が折れてしまうんですけど、こういうもうキャップをつけてもらえるのはすごいありがたいですね。まあ、全体的にいいデザインでまとまってるペンだと思います。以上でシャーペンシルの紹介を終わります。こうやって5本見ると結構カラフルですね。ペン一本一本に何でしょう、個性があってシャーペンシルは面白いと思いますね。まあ、安い万年筆とかの比べると安いんですけど、その分いっぱい集めたくなってしまう衝動に駆られますよね。もしよかったら、インスタグラムとかツイッターもやってるので、投稿頻度は YouTube よりそちらの方が多いんで、もしよかったらフォローしてみてください。あと YouTube のチャンネルもチャンネル登録してくれると、ね、めっちゃ嬉しいですね。では、この辺で紹介を終わります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。